い、ネイルドットコムです。今日はですね、私のおすすめのタオルですね、新しいものをちょっと購入したので、こちらをぜひ皆さんに紹介したいと思います。こちら楽天市場さんの方で購入できるタオルになっております。実はですね、私、お店で使っている机に敷いているタオルもそうだし、自宅の方で体を拭いたりするのに使っているタオルもこちらのタオル使用させていただいております。今回購入したカラーが、夏限定のカラーちょっと購入してみました。こちらですね。まず私が普段机に敷いているタオルからご紹介していきたいと思います。ホテルスタイルビッグフェイスタオル限定のアッシュブルーというカラーになっております。ビッグフェイスタオルということで少し大きめのフェイスタオルになってるんですけれども、ここのタオルってなんかね、すごい吸水性も良くて、ほんと体拭いたりとかするのにもこのねビッグフェイスタオル使わせてもらってるんですけれども、こう分かるかな、かなり大きいんですよ。でもう本当にあのバスタオルいらない、バスタオル卒業してもうこれ1枚で私はね毎日拭いております。で逆にこれ1枚だから洗濯機に入れてもそんなにかさばらないし、本当にねガチで吸水が良すぎて、でしかもすごい柔らかいんですよ。この触った感触が本当にね、このタオルすごくいいなと思っていて、でお店の方でもこのタオルで揃えようと思ってお店の方もこのタオル使ってるんですけれども、楽天スーパーセール中ね、送料無料でこのタオルが1枚あたり680円、お一人様2枚まで購入することができます。で結構ねスーパーセールの時に、2枚購入して使い洗って使います洗って使います感じで使っております。で結構こう机の上にただ敷いてるだけなんだけど、なんかねそのサロンで使ってるタオルってこう結構ねなんつーの、糸がね出てきちゃったりとか毛羽立ってきちゃうっていうのかな、なんか糸がねピッてなっちゃったりとか、多分私がねそれはマシン置いたりとかしちゃうからそうなっちゃうんだけど、なのでこう結構ねこまめに新しいものを購入して交換するようにしております。もう1枚はこちらですね。こちらホテルスタイルスタンダードフェイスタオルのグラスグリーンというカラーになっております。こちらのねグラスグリーンっていうカラー、私もうちょっとこうくすんだ感じの緑かなって思ってこれに合うかなと思ったんですけど、かなりねこっちの緑の方が明るい感じなのが届いた。このタオルはスタンダードフェイスタオルっていうことなんですけれども、こんな感じですね、サイズ感が。このタオルはアームレストに巻きつけてフェイスタオルの幅がアームレストと同じなんですよ。なのですごくねちょうどよく使うことができるので、私は普段これを購入しております。でこれもさっきのタオルと同様で、もうねすごい肌触りがいいの。こちらのタオルも1人様2枚までっていう決まりがあるんですけれども、楽天スーパーセール中1枚550円で購入することができます。そうだ、この、ホテルスタイルっていう、タオルなんですけど、これねすごいことがあって、部屋干しでも匂わないっていう、なんかね抗菌なのかな、防臭みたいになってて、なんかねそこもねすごくいいなと思っていて、私はよく使っております。まずね今うちのサロンにある机のサイズこんな感じです。セブンエステさんとかその辺で1万円しないぐらいで購入することができるやつですね。ここの下にねなんか2段になっているところがあったりとかするようなタイプになってるんですけれども、まずここにこのタオルを敷きます。でそうするとこんな感じ、位置的には結構ねこの端っこちょっと開くんだけど、割とここまで覆えて、なんかこれの方が変にバスタオルとかでデロンってなってるよりかフィット感もあってすごくいいなというふうに思っております。でサイドはこのぐらい余ってるのが、こっちもこのぐらいで、このタオルでアームレストをこんな感じでくるんでセットさせていただいております。このタオルねマジでめちゃめちゃ肌触りが良くて本当におすすめなので、今日ね皆さんにご紹介させていただきました。結構ねこうセルフネイルだとお家で使うタオルとネイルで使うタオル一緒だったりとかする方もいると思うんですけれども、本当にねこのサイズのこんな安いタオルめったに私はないなと
思っているので、品質もねかなりなんかいいなっていう風にね、もう何年使ってるかな、多分 6,7 年ぐらい私ここでしかタオル買ってないっていうぐらい、あのここのタオルめっちゃ推してて、なんか体拭くのに大人はこれで子供はこれとかっていう感じでね分けてあげてもすごく使いやすいし、色がたくさんとにかくあるので家族でね色を分けて使っても色とりどりでねカラフルで楽しくなるんじゃないのかなというふうに思っております。私がね今回購入したこちらのカラー夏限定となっておりますので、めちゃめちゃねあのこのくすみ感めっちゃ可愛い感じのカラーになっているので、こちら気になる方いらっしゃいましたらぜひ早めにサイトの方に飛んでみてください。本日紹介しましたタオルですね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらからぜひぜひ購入してみてください。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。